はい、こんにちは。長田薫です。今日も、えー、前回に引き続き <laughs>、バイオについてね、ちょっとお話を続けていこうかと思います。うん、あのー、まだね、前回のものを見てない人は、前回のものを見てから来た方が、きっと面白いと思うんで、よろしくお願いします。うん、う今回のバイオ Z に関しては、まあ、スペックのことはその細かく話さないよって言ったんだけど、 すすごいい面白いなっって思ったところがあるですよでよそれがね今までねバイオに組み込んできたソニーの,そのソフトウェアとか機能みたいなものがほとんど入ってないんだよね今回のバイオって。それがね面白いなと思ってあの要は X ラウドとかさクリアオーディオとかさノイズキャンセルまあそこはオーディオ系だけどそういうものとか入ってないんだよ。入ってないけど液晶とかそのー 音とかそういうものにはすごいこだわってきましたみたいなのが発表会で言われててへえ使わないんだっていうなんか逆に言うとそのバイオ自身が自分たちだけでやっていこうって本気で思ってるというか。 それが気持ちいいよね。まあもちろんあの、販売、販売フォームとしては、あの、ソニーのホームページとかそこら辺から変えたりできるんだけど、うん。だから搭載されてるのって、確かカメラに XMR が入ってるぐらいなんじゃない確か。俺がパッとざっと見た感じだと確かそうだった感じ。うん。まあなので、ね、 こう本当に、こう今までそういうのがいらないとか思ってた人もいるだろうし、ね、あの変なソフトはいらないよっていうね人も。大体さ、ほら、Windows ユーザーとかだとさ、買ってすぐにさ、いらないものポチ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 消していくでしょ。あのこう、こういうのはあんまね、メーカーの人に聞かれるとあれなんだけど、だ使わないさ、ソフトウェアとかさ、俺ガイドとかさ、ね、そういうの消すでしょ。俺も消すんだ。うん。消してなんぼだよ、ああいうのは。 決して削ぎ落として削ぎ落として自分、自分の自分色に染めやすくするためにもう限りなく白くしていくみたいなのがまあ第一段階の作業じゃない。PC を買ってからだと。そういう意味ではね、すごく無駄のない形になりながらパワフルになって戻ってきたかなと思います。で、一つね、全モデルから残念な点としては、 あの重量がちょっと 200g ぐらい増えてなかったかなうんそこがちょっと残念な部分だと思います 1.1kg ぐらいだったのが 1.3kg ぐらいになってんだよね今回うんただあのいろいろね聞くとスペックとか機能とか性能っていうものに妥協したくなかったゆえのものだというところだらしいうん実際に あの、健老性とかもアップしてるし、要はこう、端っこを持ってもね、キーボードの端っこをこう、なんだろうな。これで言うとさ、これがノート PC だとすると、こう、ここら辺をこう、持ったりした時に、こう、たわんだりするじゃない。で、そこの力のかかり具合とかも気にしながらね、あの、設計してたりするみたいだし、あと、バッテリー、連続駆動時間がすごい伸びてます。 前のモデルだと長くても9時間とかだったかな。高渉値で確か最長で9.5時間とかだと思うんだよ。標準バッテリーで。もちろん長時間用のバッテリーもあるんだけど、それはほら、ボコって元々のデザインが損なわれちゃうバッテリーだから。標準バッテリーで9.5時間とかだったやつ。最長でね。9.5時間とかだったやつが、今回のバイオ Z だと15時間。 15時間で、で、もうちょっと多分、その、測る基準を落とすと、18とか20とか、19か。それぐらいなんだよね。すげえ持つんだよ、バッテリーが。だもう AC を持ち歩かなくてよくなるんだと思うの。家、家から持ってってる人とか、会社から持ってってる人っていうのは。1日、外回りをする人とか、そういう人にとってみれば。 これはね、大きいと思うよ。その重量が 200g 増えてもさ、ほら、AC をさ、持ってかないのと持ってくのとでは全然違うから、そこら辺はまあいいのかなと思って、思ってます。結果的には。結果的にはいいのかなと思ってます。いやー、欲しい。欲しいわ。今ね、あの、仕事中でもね、舐め回すようにあの、バイオのサイトを見てます。<laughs> あの、こうフリップ型でさ、Z になってる写真がウッドバーンって出てくるんだよね。うん、で、まあ、あのか、あの機構自体は、あの、前のバイオのフィットからやってる、バイオフィットからやってる機構なんで、珍しくはないんだけど、Z っていう名前の端末に対して、その写真も Z になるようにしてるっていうのが、ありきたりな撮り方なんだけど、 そこにこう心を打たれてしまうこのおじさんっていうね。<laughs> いやーねー、熱いバイオがこれからも走ってくのかなと期待してます。なんて言うんだろうな、あのー、日本のね、侍の刀みたいな、日本刀みたいなイメージだよね。今の現代の日本人の営業マンとかさ、 大人たちはあれを持って社会で戦っていくみたいな <laughs> 結構ねクリエイティブなことができますよみたいな売り出し方なんだけどでもそういうもうちょっとライトに使う人でも持っててもいいぐらいのこうスタイリッシュさがあるかなと俺は思ってますアップルみたいな綺麗なねこう美しさを求めた何て言うんだろうな スワッとした。アップルのデザインってなんかアルミとか使っててスワッとしてるじゃん。<laughs> だけど、それもまた美しいんだよ。それもまた美しいんだけど、あの、バイオの場合はシュキッとこう、シュピンとしたなんか切れ味の鋭いみたいなさ、形の美しさがあるかなというところです。かっこいいよね、あれだから。MacBook Air も綺麗でかっこいいけど、バイオもかっこいいよ。 うん、だあれを持ってると、持ってるこれからね、発売されて、街中でさ、持ってる人を見かけたら、俺、めっちゃ羨ましいなって思ったと思うもん。<laughs> だからって、あのいろいろこう俺、買いましてみたいなコメントがさ、すげえつくとさ、あれだな、俺、へこんじゃうからな。注意してくれよな。<laughs> でもちろん あの、バイオスマホの方にも期待してまあ、あの、デザインはバイオがやったと。で、中身とか開発自体は海外に、あの、委託してるみたいなことみたいなんで、品質的にね、その、バイオ、今回の PC のバイオ Z と同等かって言われると、まあ、多分同等じゃないでしょう。同等じゃないだろうけども、でもね、やっぱりそういうふうに、いろいろと、機能と、 その外見とかいろいろこだわってきて、で、こういうね、おじさんたちが好きな形に整えてきた、バイオ Z を整えてきたバイオなんで、ちょっとね、引き続きバイオスマホの方も期待していようかなと思います。で、できるだけ早くね、入手できたら、そうなんだよね。人気があって入手できない場合もあるんだよな。なので、できるだけ努力はしますが、うん。 入手したい。入手したら、ここで自慢させてください。<laughs> ということで、まちょっと簡単にですが、このバイオが出たっていうね、興奮をちょっと共有したかったんで。ということで、また見てなバイバイ